オーガスタス・ウェルビー・ノース・モア・ピュージン。オーガスタス・ウェルビー・ノース・モア・ピュージンは、イギリスの建築家。フランス系であるが、父のオギュスト・シャルルは、1792年に、フランスからロンドンに渡り、ジョン・ラッシュの事務所の製図工となり、後に、ゴシック建築に関する書物の図案と編集を担当する。その息子はこれらの仕事を手伝っていることが、知られているが、そのうちに本人が装飾。 その後建築の仕事を委託されるに至る。ピュージンは1812年ロンドンのブルームズベリーで生まれた。彼は20歳になる前にウィンザー城の家具と劇場のステージセットを設計したことが知られている。建物そのものと同様、家具、祭壇、スクリーン、ステンドグラス、金属細工にも興味を示した。このことからチャールズバリーから国会議事堂の仕事を与えられ、 そこで彼は、ファサードのゴシック様式のディテールだけでなく、インクスタンドや帽子掛けなどの小物家具に至るまでをデザインした。こうして彼は、手さばきの良い熱心な図案家とも評された。1830年に、ホース湾で、遭難の浮き目にも合う。海に対する情熱を注いでいたという。1834年に、カトリック教会に改修してからは、ゴシック建築により、 情熱を傾けた。そのゴシック建築は最も高貴な第二期戦闘式のすなわち13世紀後期から14世紀初期のスタイルのものでなければならないとしていた。1836年に出版した著書コントラストで建築界に広く知られるようになった。教会建築を多く手掛け、 代表作に1841年から1846年にかけて設計したスタフォードシャーのチードル教会や1842年から1844年にかけて設計したノッティンガム大聖堂を、1848年にできたサザークの成城時大聖堂などがある。1846年から1851年にかけて設計した ラムズゲートの戦闘ガスティン教会などは彼自身が出資者で自定の隣に立っている。初期のネオンゴシック様式の教会とは違って、ピュージンの教会は考古学的に正確なものであるものが多いが、塔の配置などは非対称的であり、これが英国の19世紀の教会デザインに見られる意図的な非対称性の先駆けとなった。 自身の時代の建物形式である一古典主義の他ゴシックを最小限に用いる無意味さ、残忍、俗悪などとカトリック時代の栄光とを比較することでカトリシズムへの願望を綴っている。1841年以降により厳密に計算されて記されたザトゥループリンシップルズ・オブ・ポインテッド・オアクリスチャンアーキテクチャーを出版したがゴシック様式と構造との関係から各部材の 機能に関する理解は以前の出版物より深いものとなっている。これらの著作から機能主義の創設者と称されるが自身が設計する建物は大体が資金難に大いに苦しんでいる。市場なら豊かさな表現を成し遂げられるがそれを一時で実現することはほとんど状況がついていかなかったのである。ピュージンは生涯に非常に多くのデザインをこなしたので ジョージ・ギルバート・スコット、チャールズ・バリーや、ウィリアム・バター・フィールド、ゴシック・リバイバル建築家にとっては、頼りになる、ゴシックデザインの方向を与えられたようなものだった。私生活では、1831年に結婚したが1年後に、妻に先立たれ、1833年には、再婚したが1844年にまた先立たれ、再び1849年に再婚したが、 1851年に今度は本人が精神に異常をきたしてしまったというありがとうございます。